どうも津田です。どうも森本です。はい、新企画、森本くんが欲しい車は一体何なんや、そして森本くんはいつぞ車を買うのか、うん、題して森本の愛車を探そう企画でございます。はい、はい、まあ1本目なんですけど、まあ言うたらもう一番兼ね備えてる、まあね、ベースな感じ、はいはい、いい意味でそれをちょっとご案内できたらなと思ってるんですけど、森本君 C クラス、はい、まあ、これセダンなんですけど、はい、外装はどうですか？外装は、はい、大好きです。え？大好き。大好き。おお、まあ、いいんじゃないですか。ちなみにこの車前期後期で言うと後期です。後期、はい、後期って何がちゃうんですか？後期はヘッドライトが三眼になってて、はい、三眼、はい、で後ろのテールランプが、テールライトが C の形になってて、おお、あとは中のモニター、モニターがでかくなったり、はい、スペアリングも変わってたり、まあざっくりそんな感じですね。おお、はい、まあ、細かい話するとバンパーのデザインが若干違ってて、純正でダイヤモンドグリルがついてたりとか、まあ、そういうのも違います。はい、まあ、そんな感じです。はい、で、まあ、C の前期後期でいうと、まあ、若干改良されている、まあ、エンジンの改良だったり外装の改良があるのと、まあ、大きくは変わってはないです。で、まあ、差額でいうと100万円ぐらい前期後期で違うかなって感じです。なるほど。はい、じゃあこの1台に関してはどうですか、森本君？見た目は好きです。見た目は、はい、ちょっとなんか引っかかるところがあるんです見た目は何が変わってるんですか？見た目はこのリップスポイラー、フロントリップスポイラー、フロントリップスポイラーが変わってたり、はい、あとホイールが変わってたり。ホイール、これ何のホイール、どこのメーカーさんのホイールですか？ TWS。 TWS、はい、とイエローゴールドキャリパーが塗られていると。TWS の単独ホイールは高いです。めっちゃ高級ホイールです。へー、はい、シーケンシャルウィンカーになってたり、この車外装ぐるっと見ていただいたら、まあ、先ほど森本くんが言っていただいた C 型のコッテールライトになってたりとか、まあ、後ろはざっくりとそんな感じだと、まあ、リアバンパーのデザインでも若干違います。はい、そんな感じです。はい、でこれはあれですか、はい、なんかセキュリティもついてるみたいな。そうですね、車外のセキュリティがついてます。はい、なんでもう高級車なんで、もう大事に乗っていただく方こそ、やっぱり車の安全面、セキュリティが大事だと思います。はい、はい、ちょっとあれですか、はい、試乗とかしてもらって。試乗いいんですか？まあもういいんじゃないですか。逆に森本くんのためだけに試乗、試乗、はい、ありがとうございます。試乗で試乗ですね。そうですね、はい、おっとおっと、はい、中ちょっと見ていきます。はいはい、内装、はい、どうですか？かっこいいです。赤側かっこいいですね。赤側いいですね。ボディ色黒で、赤側はもうなんか高級車の鉄板みたいな感じです。うん、そうですね。しかもこれ本革シートなんで、はい、ここがでかいですね。 C クラス、僕が紹介してばっかりなんですけど、上パノラミックスライディングルーフついてます。で、はい、ここの後ろだと二分割になってるのが後期型はここで二分割になってます。はい、はい、で森本くんが万が一事故を起こしても、ここ SOS、 あとメルセデスミーついてるんで、はい、はい、なんかあったらここ教えてください。わかりました。はい、はい、あとステアリング、後期型のステアリングがついてます。はい、はい、まあ、これついてたらもう大体の操作がそこで、あのクルーズコントロールも使えるんで、もう全部そこで完結できるようになってます。うん、はい、うん、静か。ATC カードが投入されています。このとかマフラーのうるささとかは求めるタイプは車によりますね。うん、C クラスだったら静かになります。ちょっと失礼しました。めっちゃ静かですね。うん、静か、静かやし、なんかいや、もういつも K 乗ってるんで、うん、スーッて進みます。あ、なるほどね。車幅的なとこはどうですか？ほぼ別にちょうどいいサイズですね。うーん、逆にな、免許歴、ドライバー歴が短い、はい、俺の男からしても、まあまあ、めっちゃ乗りやすいです。乗りやすい、はい、1台。
内装さっきちらっと話してたんですけど、赤川っていいっすね。うん、赤川いいね。赤川いいです。黒に赤ってなんかいいですよね。またどの車種にも共通してますね。黒赤はいっちゃいいから。うん、かっこいいね。なんか高級車の代名詞。うん、アクセルの踏んだ時のやっぱこうガソリン車やと思うんですけど、どうですか、ガソリンディーゼル問題はどっちがいいんですか。あんまり、あんまけど、できればガソリンの方が僕は好きです。ああ、燃費気にしない系ですね。気にしないです。そうなんですね。今日別にそこまで燃費も悪くないですよね。どんなぐらいなんですか。まあ、12、3いかないですね。10ぐらいだと思う。10ぐらいです。ディーゼルやったら僕そんな変わります。16、7ぐらい、カタログ値 で実装後14、5ぐらいです。僕はガソリンですかね。うん、やっぱり。まあね、まあ維持費が安い方がいいとか、はい、車も別に何でもいいみたいな世代かなと思ってましたけど、なんかプリウスとか、いや別に揶揄していくわけじゃなくて、プリウスとか乗る人多いじゃないですか、めっちゃ、はい、ね、そうじゃなくて燃費を気にしない。ちょっと僕の後継者が現れたかもしれないですね。うち基本燃費悪いですからね。そうですね。基本走るのが好きな人が多いのかなと思います。内装もね、なんかこう C クラスって内装がとかよく言われる方もいらっしゃいますけど、うん、全然そんなことないですね。そうですね、全然もうなんかこの世代の C、特にまあ前期後期で差はないって言ったんですけど、やっぱ後期の方が今時っぽいデザインにはなってますね。うん、何がって表現にくいしにくいんですけど、ナビやったりとかマステアリングやったり、うん、まあ、モニターがさっきものすごく液晶になってるっていうのも大きいのかなと思います。液晶がいいですね。液晶好き。液晶世代ですね。液晶世代。こんなの出てくるんですね。うん。それは出てくるんですよ。おー、いいな。あ、めっちゃ車内静かじゃないですか。静か。あの映画館の映画が始まる手前の静か。わかるんですか。わかります。でこのインナーミラーもいいっすね、はい、これやっぱり便利ですね。見やすいですね、うん、さっき森本君が触って操作できたんですけど、こういう感じ。前も見れるんですよ、うん、まあ見れる見れる。すごいですね。で結構今ドラレコ一体型多いんで、あ、ほんまや、録画してる一体型になってますね。でこれプラスドラレコつけたらちょっとなんかごちゃごちゃするんで、一体型の方がいいって方はすごい便利だと思います。はい、森本くんどうでした、試乗出て、はい、乗ってみて、はい、どんな感じですか。乗り心地が想像した以上良かったです。乗り心地いい、はい。あと外装的なとこはどうですか。外装も好きですし、内装も赤側で好きなんですけど、どうちょっとまだ探したいかな。あ、これ長い人の意見、長い人の意見やな。これはこれは長いパターン、うん、第50話まで確定しました。確定しました今、はい、そうですね。まあでも最初の1台って多分自分の人生の中で当たり前ですけど1台しかないんで、うん、まあまあでも、まあ、思い出に残るというか、はい、心の中にずっと残り続けますからね、はい、まあなんで買ってもらえたら。そうですね、まあ、これの最終詳細だけ、はい、詳細 W205 の C200 の走行距離が 19,000 キロで、浅いですね。2018年式の車検が来年の12月まで残ってて、後期型の、C クラス、はい、でいろいろ変わってて、お値段がこのお値段です。はい、非常にいいお値段ですね。そうですね、なんか相場感からすると正直ノーマルでこのぐらいなのかな。あ、そうですね、って思ってます。ただやっぱりこのカスタムされてる分も乗ってもこの価格で出せるっていうのは全オーナー様のおかげと思うので、はい、ぜひ
ご検討のほど、もしくは森本君もご検討いただいて、まあ、森本君か視聴者さんかどっちが早いかですね。そうですね、はい、ぜひご検討の方お願いいたします。お願いします。